みすずちゃん。みすずちゃん、もしかして傘ないの？よかったら俺の傘に入ってかない？いいの？いいっていいって。けど私一人で。全然いいから。ありがとう、優しいのね。おはよう、みすずちゃん。いい朝だね。おはよう。やった、今日は無視されなかった。あなた、あ、誰だったかしら。クラスメイトの田辺です。田辺くん、シャーペンって結構尖ってるのよ。賢明な判断ね。ああ、そうだ、みすずちゃん、面白い話があるんだけど。あ、大好き。なら茶化さないで真剣に来なさい。そうすれば笑って振ってあげる。はあ、やっぱりいいな。みすずちゃんが応援してくれてる。見ててくれ、俺はこの試合君のために。ダラメ。なんかサイン送ってたよ。そう、見てなかったわ。あ、ねえねえ、さっきからこっちにサイン送ってきてるみたいだよ。見ててくれ、みすずちゃん、俺はこのマラソン大会君のために完走する。放っておきなさい。みすずちゃんがお嫁に来てくれたみたいだな。ごめんなさい、よく聞こえなかったからもう一回言ってもらえる？だからみすずちゃんがお嫁に来てくれたみたいだなって。もう一回。みすずちゃんがお嫁。まだ言える？すんませんした。え、みすずちゃん、これは天罰かしら。出て、大丈夫、みすずちゃん。にしてもみすずちゃんが打ってくるなんてラッキー。考えすぎた、いつものみすずちゃんに戻りかけて、連絡先を交換してほしいな、なんて。いいけれど、思ったよりずっと安く済んだわね。くせえ、もっといけたか。お姫様だ。こんなところにとどまって私は何を期待しているのかしら。ねえみすずちゃん、よかったら俺と踊らない？あれ、聞こえてない？